4S ワイド2エアリウムの組み立て方。最初に部品の不足がないかを確認します。フライシートを広げます。コールマンロゴのある方がフロント側になります。スタンディングテープのバックルが止まっているか確認してください。止まっていないとうまく立ち上がりません。シルバーのメインポールを2本伸ばします。メインポール2本をクロスになるように端がグレーのスリーブに通します。ポールをスリーブに通す際は引っ張らずに必ず押し入れてください。メインポール2本の奥側の端をフライシートのコーナーにあるループがグレーのクリップにそれぞれ差し込みます。ポールがクリップに差し込まれていない方のスリーブの端を持ち、メインポール2本をそれぞれ押し入れながらフライシートを立ち上げます。立ち上げの際は片手でスリーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっくりと押し入れます。立ち上がったらまだクリップに差し込まれていない側のメインポール2本の端をフライシート前方にあるループがグレーのクリップにそれぞれ差し込みます。フライシートについているフックをポールにかけ固定します。シルバーレッドのフロントポールを伸ばします。フロントポールを端がレッドのスリーブに通します。フロントポールはメインポールの上になります。ポールをスリーブに通す際は引っ張らずに必ず押し入れてください。フロントポールの端をフライシートのサイドにあるループがレッドのクリップに差し込みます。フライシートについているフックをポールにかけ固定します。シルバーブラックのリアポールを伸ばします。リアポールを端がブラックのスリーブに通します。リアポールはメインポールの上になります。ポールをスリーブに通す際は引っ張らずに必ず押し入れてください。リアポールの端をフライシートのサイドにあるループがブラックのクリップに差し込みます。フライシートについているフックをポールにかけ固定します。メインポールとフロントポール、リアポールの交差部分を面ファスナーテープで固定します。前後のフライシートのファスナーをすべて閉めます。ファスナーを開けたまま固定すると、ペグで固定したときにドアが閉まらなくなることがあります。テントをペグで固定する際、タープを一度天井にまくり上げておくと固定しやすくなります。設営位置を決め、8箇所のポールの端にあるループを風上より順に A から H の対角線にペグを打ち込み、テントを固定します。前後5箇所のループを引っ張り、ペグで1から5の順に固定します。ペグは60度から90度の角度で打ち込むと風に対して強く設営できます。インナーテントをセットします。コールマンロゴのある方がフロントです。フライシート内側中央にあるテープがレッドのリングにインナーテントのテープがレッドのトグルをかけます。次にフックをリングにかけます。インナーテントにあるフックをフライシートのリングにかけて、インナーテントフロアのコーナーを固定します。フックをリングにかける前に、あらかじめテントの前後のドアファスナーを閉めておきます。ストームガードシステムはテントの安定性を高めます。各ポールにストームガードで
ポールとフライシートを固定します。それぞれにロープを取り付け、ペグで固定し、自在金具を締め上げます。キャノピーポールを使ってキャノピータープを張り出し、リビングを作ります。ブラックのキャノピーポール4本を伸ばします。長い方がメインのキャノピーポール、短い方がサイドのキャノピーポールとなります。最初に8メートルの自在ロープの中間に輪を作ります。メインのキャノピーポールにキャノピータープのグロメット、次に8メートルのロープの輪をかけ、ポールが垂直になるように立てます。自在ロープをキャノピーポールから各45度の角度になるように張り、スチールペグで固定します。キャノピーポール下部を20センチほど内側に寄せます。内側に寄せることでキャノピータープ本体が安定します。次にサイドのキャノピーポールも同様に立たせ、3メートルのロープを結び、キャノピータープの上部の中心 D と C の延長線方向にロープを引き、スチールペグで固定します。最後に各ロープの自在金具を調節し、キャノピータープを固定してシワがないようにして完成です。ガセットを広げることで雨天時の雨の侵入を軽減します。ガセットにあるコードロックをテントのリングに通します。ガセットの端にあるフックをクロスしているポールのリングに引っ掛けて、自在金具を締め上げ、ガセットの張りを調節します。キャノピータープ中央部のバックルを締めることにより、中央部のたるみを取り、キャノピータープを高く使用できます。スタンディングテープを外す場合はポールをしっかり固定するために、内側と外側両側のループをペグで固定してください。取り外したスタンディングテープはポケットに収納できます。すべてのベンチレーションの支柱を持ち上げて、面ファスナーテープで固定します。テント上下のベンチレーションシステムにより空気の循環を作ります。